もうラストスパートで2球ラストスパート。あの前手は下、上はこういう、この2つの手は両方とも自分の目の前でして離れてしまい、それだけです。あと結構ここに力がよく電気からしてはね、ここから後ろに来た足が上がってますので、これを下に下げながら首を動くような感じです。左右投げでございます。多分大丈夫です。そっか、もう一回組んであげる。これで全部何これ持ち上げるか、こっちどうも分かんない。もうこっちから手の痛みが、もうあったところが何とか悪いんだな、そこから痛みが持ち上がってきてるから、最初の最初のこの後が一緒、これこうこういう感じじゃないですけどね、この時あんまりやっぱ使わないで引っ掛けて。最初は自然着地だ。歩行生活もしてもらわないと治らない。歩行生活もやられるか。肩もしてる。もしくは肩側に重たいバッグがついてる。肩首のバッグだと肩こり。ちょっとした重さでずれちゃうんです。俺の自分の受け身が下手くそ。ああ、そういうこと。なんだよ、なんだよ、どんどん言い出すんだよ、なんだよ。まずは、ツボを刺してくださいキーをグリグリやると、ツボはいくら押して技になるんだよ。これも取った後できない、これも下に下げるよりはできない、できない、だから私どっき自分の感じで前の手伝うんですよ。頭がこう真下でガッと強いよ、こうこの遠心力でスーッと倒すようになるとよくなる。そこの方こことここの方で今日は貫通かな、ちょっと待って、まだ乗ってない。横上げに、これで行きなって横上げに向けたら下がって、この足を一応狙うのでやっぱ下げます。でこれは本当にこう蹴ってくるのをサポートする感じ。そうするともうびっくり返っちゃうね。それを受けて、さらに目の前に来る、目の前に来る、さらこのまま使うので、一応後ろ足から通り過ぎるような形でこれも引き倒すのも、要するに力でこうやるよりは、つまりこの引っ張る力で自分が出るっていう、あのこのこれこの原理と一緒、この原理と一緒で、少し隅の方に落とすとかで、大丈夫、強いはい。